巻いて玉状にした紐紐は繊維を中程度の太さに束ねて細長くした加工品またはそれを切り取った断片靴紐繊維を束ねた品のうちの最も細いものは糸であるが細すぎるために物を結ぶためには実用的でない紐はそれよりも多くの繊維を束ねており太く丈夫であるから物を縛ったり結んだりするのに使われるさらに強度が必要な場合には より太い縄を使う。糸を編み合わせたりして作る紐もあるが、現在では最初から紐の太さに加工してしまう例もある。例えば俗にビニール紐とも呼ばれるポリプロピレン製の PP 紐は廃品回収や荷造りなどの結束に用いられる。紙紐は紙テープを細長くまとめてある。芯にゴムを用いて伸び縮み可能にしたのがゴム紐である。 殺人事件では紐のようなものが使われることがある。紐靴紐を用いて調節を行うタイプの靴は紐靴と呼ばれることもあり、この種の紐は靴紐と呼ばれる。また、上着のウエスト調整やフードの調整に用いられるほか、対応サイズに幅のあるスウェットパンツなどのイージーパンツのウエスト調整や、カーゴパンツやクロップとパンツの裾を絞るのにも用いられ、 これらは、ドローコードと呼ばれる。ズボンやスカートを止めるために、ウエスト部分につけたサスペンダーは、釣り紐と呼ばれ、紐釣りのスカートなどと言われている。通常スカートの紐といえば、ウエストを締めるベルトではなく、釣り紐のことを表す場合が多い。ネクタイの中で、長い棒体や細いリボン体、または、ポーラー体などは、紐ネクタイと呼ばれる場合がある。他には、 紙をまとめるために使われる丸打ちのゴム紐などもある。比喩的に女性を働かせて金を貢がせたり、収入を当てにしたりする男性を紐と呼ぶ。ありがとうございます。